はい、どうも、加賀明一郎です。はい、今日の一曲はですね、ちょっとですね、見つけた曲を、ちょっと紹介したいということなんですけども、チャリーヤという、インドの曲なのかな？うん、インドの曲で、アリジット・シン、シルバ、アリジット・シンさんとシルバ・ラオさんの曲、デュエットの、デュエットというか、まあ、一緒にやってる、フューチャリングの曲で、チャリーヤっていう曲ですね。で、ジャワンっていう映画の曲らしいですね。これも、ヒンディー語なんだけど、めっちゃかっこよくないですか？なんかね、一応、世界で人気のミュージックビデオっていうので、まあ、出てきたんですけど、まあ、大体ね、今の世界で人気のミュージックって、なんかちょっとレゲエというか、まあ、なんかそういうレゲエみたいな、なんかこう、流行ってますと、US でも結構上の、ビルボードとかでも、上の方とかに、やっぱね、そういうレゲエっぽいような感じの曲っていっぱいあるんですけど、そういうの中にね、ビルボードとかでもそうなんですけど、大体そういうのか、あと、K-POP とかがこう入ってきたりとかしてるんですけど、で、ね、それにこう、なんだろう、YouTube のこのね、音楽の世界で人気のミュージックビデオっていうプレイリストみたいなのがあって、YouTube がやってるね。そう、それの、何これ、5番目に、今、たまたま今ね、調べてて出てるんだけど、この、チャリーヤっていうのをね、ちょっと聞いた瞬間に、うわ、これ、かっこよくないみたいな。インド、ヒンディー語だけど、ヒンディー語だけど、かっけーって思って、ついついね、これ取り上げてしまいました。はい、ちょっとぜひね、聞いてほしくて、うん、ちょっとね、まあさすがにヒンディー語とか興味ない人、まあ、いると思いますけど、いや、僕もそんな別にヒンディーの言葉がね、こう興味があるとかっていうわけではないです。本当に楽曲がかっけえなっていうので、ちょっと取り上げさせてもらったんですけど、普通にシンプルにこの曲かっこいいな、いいなって思いました。はい。ぜひね、皆さんにも聴いてほしい。ということで、はい。たくさん、ちょっと、聴いてもらえたらなと思います。ちょっと僕は、ほんと、チャリーヤ。てか、この、インドの音楽も、インドの音楽って結構、やっぱなんか、そんな、こういう、ちょっとね、かっこいい感じ、こう、のやつって、こう、なんていうの、こう、調べて聴いたりとかしてたりしてたんですけど、あんまこういう曲ってないですよね。やっぱなんかインドっぽい感じの曲みたいなのがあったんで、だったんで、これ、まあそういうのだろうなーって思って聞いたらすごい良かったんで、うん。ちょっとぜひね、こういう曲ですけど、皆さんもぜひ聴いてみてください。ということで、今日もありがとうございました。バブでした。